です。バーナラリンです。ラティーです。ママです。はい、来ました。12月の9日金曜日にオープンしました冷凍ショップ。どうかしても黄色くは。あ、そうだね。え、マナティのメンバーカラーでできてるけど、はい、マナティのお店。あ、そうです。違う。さらっと。え、どんなお店ですか。無人販売。あ、24時間の。うん、24時間の食べ物、ハンバーグとかラーメンとか、はい、はい、餃子があるんで、はい、はい、うちが作った。売れる売れる。はい、なんかせっかくなんで紹介していきたいと思います。それではどうぞ。じゃあマナティ紹介してください。はい。藤枝駅北口から徒歩1分。1分もしないね。何秒、はい、初めて入る。新しい匂いがする。本当だ。新築。こんな感じ。すごい。釣りは出ません。両替が必要なお客様。あ、隣のラーメン過ぎた。すごいね。過ぎた全面協力ですね。ありがたい。商品を冷凍庫からお取りください。料金箱に入れてください。お釣りは出ません。出ないよね。結構多くない？ね。マラティのお店だから言って、おすすめどれですか？いや、おすすめはやっぱハンバーグのガーリックソースのハンバーグ。あー、うちが作った。あ、はい、うちが作りました。うんうん。あ、だからちょいちょいあのメンバーカラーがこうやってあるんですね。黄色してますね。いいねいいね、買ってこう。こんな買ったよ。はい、ちゃんとね、このお金を入れてる証拠をね、証拠動画に見てください。大丈夫ですか？ちゃんと入れました。ボクシングしました。はい、調理完了しました。イエーイ、美味しそう。なんかね、食べきれる量をっていうことでね、まずね、カレー。でハンバーグが2種類入ってたんですけど、うん、とりあえずオニオンソースで餃子、これなんか具はみ出し餃子って急遽名前を変えたらしい。ああ、ね、言ってたよね。食べますか。うん、シャッシュでかくない？ねえ、うん、めっちゃでかい。めっちゃでかいよね。ブリブリ、ね、レンゲ紹介する必要ある？レンゲ単語教えて。じゃあレンゲ、はい、まずはじゃあラーメンから。ラーメンから、せーの、いただきます。ます。豚骨醤油。チャーシューをさ、こんなにくれちゃっていいの？これ半分こしてあげるよ。半分こした。うまっ。ほら。すぐうまい。すぐうまい。おいしい。餃子以外全部湯煎でできるから買ってください。おいしい。そこって24時間？あそこ24時間。ああ、じゃあ。もうね。いいじゃん。なんか最近本当に過ぎた食べるようになったな。うん、めっちゃ食べるね。うん、なんかすごい好きだったけど最初から、うん、最近すごい食べるって感じ。うん、仲良くしてくれるから嬉しい。ありがとう、けんちゃん。餃子ちょっと食べてみようかな。このままでも十分味をつけてるので、お酢だけでも美味しいですって書いてあるから、うちはそのまま行こう。このまま行ってみようと思います。結構ボリューミーな気がする。うん、味ついてる。うん、うーん、本当だ。いや、お家に醤油がなくても食べれる。大丈夫。あ、これ美味しい。うん、ちょっと待ってよ、ちょっとラーメンと中だけでそんなこと言われたら。いらない、いらない、醤油いらない、うん、下味すっごいちゃんとついてる。本当だ。なんかさ、何回か食べたじゃん餃子、ここで、うん、一番美味しいかもしれない。うまいね。うん、あれはもう一回買おう。うなぎも、うなぎもどう？うなぎの木も好きなんだよね。うちも好きよ。カレーにもすごい
そう、でかい肉が入ってる、ね、すごいよね。ラーメン、餃子、カレーってよくない？なんか海の家感が。あ、確かに。あ、すごい、見た今ポロッ、ね、スプーンでほろったね。ほろったほろったほろった次ほろった。そんなくれるの？ダメじゃん。餃子めっちゃ美味しかった。冷凍って独特の臭みとかあるけどさ、餃子本当に美味しい、ない、うん、臭みが。餃子美味しい。さっきまで冷凍だったんだぜ、こいつ。なんかタッチみたい意識してたんだぜ、綺麗な顔してるの。死んでんだぜだよ。あ、死んでんだぜ。違う、死んでんだぜじゃないんだよ。え、違う。え、死んでんだぜは言わない。え、生きてたんだぜ。違う。何？マジ？待って待って。待って。え、じゃあ。食べたい。食べたの？綺麗な顔してるだろ。息してたんだぜ。それ使って正論。間違ってはない。野球してたんだぜ。甘い甘い甘口だ。うん。起きないんだぜ。うん、惜しい惜しい。あ、もう起きないんだぜ。惜しい惜しい。タッチなんでしょう。名シーンだよね。名シーン、ね、多分一番の名シーン、ね、一番じゃないの。タッチャンってやつ。南を甲子園に連れてってじゃない。え、じゃないの。公衆電話のところでしょ。いや、それがそれじゃない。え、プロポーズみたいな。上杉達也朝倉南を、うん、愛しています。今まで言うなよ。現実で言うとね、うん、え、でも電話越しで聞く声っていいよな。うん、だってね、ここで聞こえるんだもんね。うん、上杉達也だ。朝倉みなみ。え、マジわかったね。じゃあちょっと言うよ、セリフギリギリまで。うん、綺麗な顔してるだろ。ちょっと当たりどころが悪かっただけで、もう。動かないんだぜ。正解。うわー。あんまりスッキリしねえな。なんで？結構。うわ、見て。やばいわ、これは。肉汁やばくない？なんかさ、これ伝わるかわかんないんだけどさ、この切った瞬間から肉汁めっちゃ出てきた。店舗に食べ行ったことあるけど、結構うまかったの。本当？うち一回もないな。なんかお客さんが美味しいよって教えてくれたんだけど、うん、ハンバーグって外で食べる概念がなくて、うちの中で。嘘、カレーの方がないんだけど、うん、うわー、めっちゃ肉汁やばい。カレーさ、あー、結構辛くない？え、カレー辛かった。一口目はなかったんだけど、だんだん辛くなった。美味しい。うま、ハンバーグね、めっちゃ美味しい。うん、うん、結構さ、でかくない？しかも、うん、ボリュームある。肉汁がさ、すごいからさ、バッて、うち普段あんま大きい口開けれないから、顎外れちゃうから、うん、だから肉汁を無駄にしたくないから、うん、頑張ってバッて一口で食べたんだけど、もう肉汁がどん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 出てくる、出てくる。ソースもすごい相性良くて、これ美味しいな。ごちそうさまでした。美味しかった。完食です。ね、美味しかった。もうほんと藤枝駅北口エスカレーター降りてすぐ左手ですね、24時間販売してるっていうね、冷凍食品の、ね、販売、杉田さんの横です。あくまで杉田さんの横です。わかんない人のためにもう一回言います。杉田さんの横です。杉田さん、コーターのラーメン待ってます。はい、どうでしたか？一番美味しかったの、せーので発表する。うん、せーの、餃子。ハンバーグ、ハンバーグね、美味しかった。美味しかったよ。餃子かハンバーグだった。悩んだね。うん、だけど餃子の衝撃がすごかった。そうだね。醤油お酢いらない。そのまま食べれる。衝撃が強かった。ね。が餃子だった。思ったより味が、うん、あったね。肉汁半端ないね。うん、小籠包買ってぐらいの肉汁。これ多分ハンバーグ界の小籠包だと思う。うん、ビンゴさんのハンバーグ美味しかったです。ハンバーグ界の小籠包。なんかちょっとかっこつけたけどさ。小籠包やん。え、どっち？どっち、ね、それはどっち？ハンバーグ界の小籠包。小籠包なの？私も食べないハンバーグなの？お肉界の小籠包。何？なんだ。グダグダ。